はい、それではリムワールドマルチモッドやっていきたいと思います。続きですね。前回は、このコロニーを作って全然進んでないんですけども、リッサさんがね研究をやってますね。だいたい4分の1ぐらい達成してる感じで、部屋が暑いっていうことで今ちょうどいいんですけど、まあ暑かったんで部屋を拡張してますね。ゆくゆくはこの上のこのレンガのね部屋も我々のねコロニーとしたいと思います。やっていきましょう。よろしくお願いします。おい、あ、鳥さんです。鳥さんです。鳥さんってなんなんみたいなね。鳥さん名前ね。ちょっと鳥さんの正体はおいおいということで。はい、わかりました、はい、またこれいっぱい乗ってる。あ、本当だ。ピクゾーンがっていうかね、ずっと話してるからね、もう備蓄されまくってんだよね。うん、されまくってますね。ちょっと待ってね、増やす。備蓄拡張、よいしょ。あ、やっと娯楽作ったよ。うん。コット。そうだね。あ、ここは作られないパターンだ。よいしょ。本当だ。うん。こういうのあるんだよね。ありますね。うん、先にこっちから。やるようにしないと。そう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 、うん、でも一応これでも下がってるんですよね。うん、下がってる。だから私はね結構気にしないみたいだけど、ここだけこうなってるとすごい気にする人いるよね。いますね。うん、どうしようかな。掘っちゃおうかな。掘っちゃった方がいいかな。え、なんか貴重な、うん、そうだよね。そうそうそう、鉄資源を。そう、結構みんなまったりやってるんだけど。まったりやってる。ただね、確実にね、食料がもうね、前回からね、10減ってんだよね。うん。そろそろ。これやばいよ。だから。お肉をそろそろあれしないと。そう。電力でしょ、お肉でしょ。うん。このね、極寒はね、いかにね、研究で水耕栽培をね、作れるか、素早くね。これがめっちゃ重要なんだよね。だけど今のペースはね、すんごいゆっくりなんだよね。お前ら、生きる気ないだろう、みたいな。逆になんかすごいなんか、のんびりしてる。そうそうそう。精神が、精神が安定してると思いきや、結構お父さんが死んじゃったりね。そうそうそう。複雑なんだよね。こう、あれだね。テーブルの置き方が、ちょっとこう、はい、アメリカンな感じだね。アメリカン。そうそうそう。向かい合わせの方が良かったですか？いや、テーブルを壁につけてさ、私は基本テーブルを壁につけて、反対だよね。だから反対にするの。椅子を上の方にして、みたいな。いや、こっちにも、うん、椅子が増えるかなって思って。あ、そっかそっかそっか。そうそうそう。そうだね。うん、せっかく囚人の部屋作ったのに全然使われない。しかもここ、しかもここ、父さんが来る予定だったんだよ。囚人の部屋に。そう。複雑だよね。複雑。父さんはここで、みたいな。バイトだから。そうそう。あれ、そうとなんかやってないのな、もう。なんかやらしといて。どうしようか。リサさんが、うん、リサが一番研究得意なんだよな。あの割にはあんまり進んでないんだよね。進んでない。うん。お肉切るとことか作ります？作っちゃって。作っちゃうか。どこで作ります？こっちの部屋に作ります？お任せ。あのね、うん、ゆくゆくはね、冷凍庫になるところに作ってもいいらしいよ。ああ。うん。ここを冷凍庫にするのかという問題。うん。だけど、そこはね。ね。こっちかな。そう。温度の関係で、すごい冷たい部屋が隣にあると、ね、あったかい部屋もね、冷たくなっちゃうから。確かに。だからそこでいいんじゃない？こっちにします。うん、そうそうそう。はい、なんか穴開けとこうか、じゃあ。はい。ちょっと待って、ちょっと待って。
肉加工木材で作んないでください。ごめん、言ってた。ちょっと危ない危ない。いつもの癖で。うん。あの、木材資源めっちゃね。そうそう、大事だから。危ない危ない。ちょっと直しますね。はい。ここら辺ね、あの、極寒サバイバルのプロとしては、ね、はい、そうそうそう。絶対許されないね。なんだっけ、そうそう。ゲーム会みたいな。え、これって、うん。鉄製の食肉加工台でも、使うんだ。うん、あ、木材ちょこっとでしょ、うん。多分そういうのもある。そうそう。完全に鉄とかじゃないよ。へぇ。物によっては。部屋を明るくしてあげたいんですけどね。そう。あれ、いない。リサさん寝ちゃったんだね。寝ちゃってる、寝ちゃってる。リサさん研究得意なはずなのに遅いな。うん。こんなもんか。こんなもんじゃない？早送り。リサさん低いな。心情。まあ、そっか、こんな暗い部屋でね。お父さんも殺されて、うん、目の前で死んでる。そうそう、これすごいよ本当に。私の親友大地が死んだ、私の父親大地が死んだあとなんだっけ、ね、家族が死ぬところを見たってなんかもう全部一緒じゃんってなのに細かく刻まれてるんだけど、身動きできないって何、この身動きどうしたみたいな。あ、外に出て新鮮な空気吸いたいんだって。ちょっとこれ、戦闘モードで外に出させていいですか？確かに。多分これで身動きができてんのが、それで言ったら、この輪投げのピンを外に置いた方がいいのかな？ああ、そういうことか。でもリッサさんが、うん、やって。リッサさんが輪投げをやるのか、みんなやるのかな、こういうの。一応やるんじゃないですか？いや、わかんないけど。潰れたスチールに当たったって何？うん。全然当たってないっていう潰れたスチール。で、まあ結構ね、ゲームとかでもこれマルチでやりたいなって思うの結構あんだよね。ああ。だけど難しいよなと思って、人とやるのって。まあそうですよね。うん。結構あの、一人でさ、やるのが好きだからさ。うんうん、うん。なんか、一人でやるというか、自分のペース。うんうん。うん、なんかだって、一緒にやる人がめっちゃ上手い人とかだったらさ、なんか嫌じゃん。でさ、全然動かないのにさ、あの、はい、木を1000本持ってきましたとか言われてもさ。確かに。たまにあるよね、実況者でさ。あるあるある。あの、実況者でさ、ちょこっとしか動いてないのにさ、うん、もう周りの人がもう、キー1000本揃いましたとか言って。一日がかりでこれどうぞみたいな。いやいやいや、それやっちゃうと、みたいな。それ嬉しいかな、みたいな。ムードさんが最近やって一番ハマったやつは何ですか、うん、ゲーム。最近で。最近？なんだろう。ない。ない。なんだろうね。もはやリムワールドみたいな。リムワールドは多分面白いよ。うん。何回もやる。ね。食肉加工台が出来上がりましたね。お、でかしました。どうしようかな。この中にさ、お肉も入れちゃうとさ、腐っちゃうんだよね。あ、もうこれ、ちょっと待って、外でも腐っちゃうね。ちょっと待って。室内温度の方が低いんだけど。なんで？これやばいやばいやばい。ちょっと待って、よく考えよう。腐り出してんじゃないか。あとだって17時間でウサギが腐るっていうのもあるよ。え？もう中に逃げます、とりあえず。あ、てかもう、さばいちゃった方がいいんじゃないですか。あ、そうしよう。うん。さばいちゃうと、なぜか、あの、寿命が伸びんだよね。そうそうそう、伸びる。だから、ちょっと一回止めて。うん。あ、俺やっちゃっていい？あ、いいですよ。無限さばきで。はい。誰にやらせますか？なんかね、スコットとかそこら辺かな。スコットはできる。いや、エプシロンさんにしよう。はい、はい、エプシロンさん行きました。
うん。みんな料理できないのか。うん。あ、みんなできないの？うん。できないですよ。ちょっと見てみてください。はい。ほんとだ。ヘタッピなんだ。あ、唯一エプシロンさんが1なんだ。そうですね。まあいいんじゃないですか、うん、だから。うん。エプシロンさん明らかんだし、なんか性格が書いてあったから、ね、大丈夫。いけいけ。そう、なのであんまりね、ハマってるゲームはなんかない気がするな。うん。時間があったらね、これまた言うのどうかわかんないけど、ゲームする時間が膨大にあったら、うん、なんかハマりたいんだろうけど、結局さ、新しいのがどんどん出るじゃん。はいはいはい、そうですね。で、編集も時間かかるじゃん。あ、エプシロンさんがこっちに持ってっちゃった。お、こっちに。じゃあこれを解除します。はい、この私の長年の経験で。はい。どこだっけ、こっち、これか。はい、ちょっと待ってね。食料はこっちじゃないよってやります。はい。よいしょ。食料はここだよ。死体もこっちに持ってた方がいいのかな？うん、そうですね。だってこっちの方はなぜか冷たいんですもんね。あ、同じ、あ、違う。2度低いことなんだ。まあいいやもん。うん、まあエプシロンさんどうせ捌くのに持ってってくれるから。うん、うん、そこでいいや。あ、ちょっと待って。このお肉だけ。ちょっとこの肉だけ。はい。持ってけ。研究終わるかな、2日間の間。うん。ギリ終わるかも。そしたら料理できる。うん、そう、そうだね。あとなんかいろいろ。あれ何やってんだっけ？ね、これあれですよ。電気。うん。あ、電気か。太陽光発電。これ、ちょっと待って。太陽光発電や、まあそうだよね。そうそうそう。太陽光発電やったら次バッテリーやんなきゃいけないんだよね。ああ、確かに。そうしないと蓄電ができないから。なかなか厳しいですね。最近やったゲームで、ハマったやつは？ハマったやつ、最近やったやつだと、オブラディンコのやつですね。あれ、クリアしたの？クリアしました。お、なんか、あれ、いつやったの？ 50 何人とかだよね。50何人のこの死の原因を。そう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 。それで、あれな、どんぐらいでやっただろう。2日か3日ぐらいで分けてやった気がします。あ、2日ぐらいかな。え、2日でやったの？やりました。1回のプレイ10時間とかでやるの？いや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 、そんなあ、そういうもんじゃないんだ。え、なんか意外と、あ、いけるんだ。いや、わかんない、人によって違うのかな。わかんないけど、なんか謎解き、紙に書きまくっていろいろ文字も。へえ。あ、そんなハマったんだ。いや、紙に書かないと結構わかんなくなるんですよ。わかんない、わかんない。キーワードを書かないと。うん。でも、なんか、まあ、謎解きも面白いんですけど、うん。なんか、すごいアート性があって。うん、うん、うん。なんか、そっちの方がやっぱり。描写の仕方って言えばいいんですかね。うんうん。点で全部できてるじゃないですか、ね、ビット。うんうん。そうそうそう。すごいなと思って。まあ、これ やってないとちょっとわかんないかもしれないんですけど。うん。やったよ。あ、本当ですか？一回実況上げたもん。あれ？上げたっけ？うん。上げてる。だけど、だから、そんなやってないけど。発売の時かな。発売の前かわかんないけど。そうそう、確かに。またさ、グラフィックも選べんだよね、細かく。あ、そうですよね。またあれがね、青がいいかな、みたいな。ルーカス・ポープさんのなんか、うん、作者の人？うん。の作品が結構割と好きって
前のやつって 何やってたんだっけ。ペーパーズプリーズっていう。ああ、そうかそうかそうか。作品でやってたんですけど、うん、なんかペーパーズプリーズは、なんか本当に一時期、ね、なんかずっとハマって。あ、ハマったんだ、うん。そう。永遠とやってて、なんかストレス解消になるのみたいな。うんうんうん、なんか、もう、友達がちょうどそれやってた時に見てて、うんうん、なんかあまりにもクリック音がうるさすぎて、なんか大丈夫みたいな、なんか呪われてんじゃないのみたいなぐらい、なんかもうめっちゃクリックしまくって、あれずっとクリックなんで基本。うん、あれでしょ、あのシュッシュッシュッともう仕分けだよね、仕分けやるから、うん、なんかそうなんだ、そうそうそう。なんか前の動画でも話したかもしれないんですけど、私、趣味が料理なんで、うん、なんか料理とかもこう無心になれるからいいんですよ。お、無心ね。そう。なんかだから、そうそうそう、ペーパーズプリーズも、なんか無心で永遠になんかシャカシャカやるみたいな、うん、そういうのが良くて。そういうことね。だからなんか、あのペーパーズプリーズの人が、あれ？メテオ。メテオ。うん、あ、スチールにしてくれたじゃん。超ラッキー。どこ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 。あ、ここね。ああ。ここか。ちょっと、まあまあ近い。まあまあかな。そうなんだ。そうなんですよ。確かにね。ペーパーズプリーズでさ、はい、なんかさ、ひょうきんなおじいちゃん。ああ、いますね。毎回来てさ、はいはいはい、自分で作ったパスポートみたいな。はいはいはい。いますね。これで通れるだろうみたいな。はい。ね、いや、私、最終的に、うん、あれってなんか20個ぐらいシナリオがあるんですよね、最後の、うん、あの、エンディングが。うんうん。なんかあれ全部とりあえず、その解除したんですけど。おお、すごいね。なんか、覚えちゃったんですよ、セリフを。うん。だけど、最後の方は、あ、この人来た、うん、通らせるみたいな、なんか、もうパスポート見なくても、この人は、そう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 、通らせても大丈夫な人だからっつって言う。そうだよね、結局、シナリオだもんね。そうなんですよ。ストーリー選択だもんね、あれ。そう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 。あれに似たようなゲーム、以前やったな、半年前かな。ペーパーズプリンズですか？そうそう、もう本当にそっくり。ね、なんかどっかのクラブのバウンサーになって、ID チェックして、入れさせる入れさせないってやつ。へえ、じゃあ私も好きかもそれ。うん、ほとんど似てたよ。で、まあ家に帰るじゃん。うん。そしたらなんか家のこのなんか設備をこうアップグレードしていくみたいな感じだった気がするけど。あ、そうなんだ。やってみようかな、うん。なんていうやつでした？忘れました。忘れました。忘れましたね、あれ。なんだっけな。ね。はい。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。次回がね、見たいという方はぜひいいねお願いいたします。お願いします。それでは。またねー。